初めてのギャルは、上野めぐるによる日本の漫画作品。月刊少年エースにて2016年1月号より、連載中。2020年2月時点で、累計発行部数は100万部を突破している。DT 脱出を夢見る、思春期まっさかりの男子高校生、橋場淳一は高校へ進学すれば、漫画のような男女交際ができると信じていたが、彼の夢は見事に打ち砕かれる。 彼氏彼女の溢れる学校生活の中、坂本新平、石田慶吾、小早川稔とエロ本を堪能していた淳一は、クラスメートでギャルのやめゆかにその光景を見られ、肝がられてしまう。その後、坂本たちとの罰ゲームで、淳一はギャルに土下座をして告白する羽目になってしまう。ついさっき肝がられた相手に土下座告白をするという羞恥心と、 妙な下心が交錯する中で、土下座告白をする淳一だったが、告白を真に受けたゆかなは、告白を受け入れるという想定外の行動に出る。思いがけない形で交際が始まった淳一は、奇想天外な行動を繰り返してしまうが、本当は、心優しく純情なゆかなを理解し一歩ずつ関係を、深めていく。かつて憧れていたクラスのマドンナかしゆい。カシーユイ ゆかなの幼馴染本城乱子、淳一の幼馴染、藤野木ネイオン、ゆかなに触発されて次々と増えていくヒロインたちに、本弄される淳一の日々が始まっていく。2017年7月より9月まで ATX 東京 MX 他にて放送された。アニメーション制作は、浜ラのナズが担当する。原作の方で、乳首が描かれていない事情により放送版では、 乳首では、入輪が解禁される形となったが、ディスク版では、解禁自体が、取り消しとなっている。中国では、ビリービリー i t ーイにて配信。初めてのギャルが、月と、あや初めてのラジオは、2017年7月10日から9月25日まで、毎週月曜に、イズ泉より配信された、ウェブラジオ。パーソナリティは、やめゆかな役の長久ゆきと、 歌詞有役の竹立彩な。ただし、BA という順序になっている。ありがとうございます。